東京競馬第5レース3歳未勝利戦芝コース2400m 15頭によって行われます。スタンド前での枠入り、4番シュネーシュテルンが今収まります。内で2番ワープスピード、最後はウィンアンサンブル、15頭収まりました。スタートしました。応募揃いました。まず1コーナーへ向かいます。広がっています。5枠2頭8番マイネルメサイア、9番鳳凰ユニコーン、内からは3番ブキャナンテソーロ、外は15番ウィンアンサンブル、前4頭広がって内4番シュネーシュテルンが追走していきます。そして12番のダノンギャラクシーは中段よりやや後ろのところで第1コーナーをカーブしていきます。先頭は3番のブキャナンテソーロです。 1,2 コーナー中間リードが2馬身あります。2番手は8番マイネルメサイヤー、2コーナーへ向かいます。そして1馬身差、外には9番鳳凰ユニコーン、内に4番のシュネーシュテルンです。ゆったりとした流れ、半馬身差前から5頭目、6番のロンギングエーを向こう上面へ、その外15番ウィンアンサンブルがつけています。中段にはポッドバイン、内側2番のワープスピード、そして外14番アローマンシュ、徐々に上がっていきます。その後1馬身差、中段にいます12番のダノンギャラクシーです。残り 1400m を通過、各馬3コーナーへ向かいます。あとはパラチェーン、これをかわしてきました。ワイドカイザー、内には5番のハリソンテソーロ、これから3コーナーを迎えます。残り 1200m を通過。あとは馬群の中に1番のダビドがいます。その後は3馬身差、最後方11番のライン・ラ・ペーシュで15頭第3コーナーをカーブしていきます。残り 1000m を今通過。先頭3番ブキャナンテソーロ、リードが半馬身、8番のマイネル・メサイヤ2番手、3、4コーナー中間へ、あとは外には9番の鳳凰ユニコーンがいて、うち4番のシュネーシュテルン、3、4コーナー中間を通過。外から徐々に動いた15番ウィンアンサンブルです。4コーナーへ向かいます。あとはロンギングエーを、外には14番アローマンシュです。4コーナーへ向かいます。その後ろに12番のダノンギャラクシー、まだ控えていて、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいます。3番のブキャナンテソロ逃げています。リードが半馬身、あと5枠2頭マイネルメサイヤ、鳳凰ユニコーン追い込んでくる。残り 400m を通過しました。横に広がって、外からは7番のワイドカイザー、ワイドカイザーが今度は先頭に変わった。あとロンギングエーをポッドバインも追い込んでくる。そして外からようやく12番ダノンギャラクシー追い込んでくる。坂上がった、200を通過した。さあ先頭は今度は外から12番のダノンギャラクシー、先頭に変わった7番ワイドカイザー、2番手か、内をついては8番マイネルメサイヤ、ダノンギャラクシーゴリ、2番手8番マイネルメサイヤ、そして3番手は最後外から追い込んだ2番ワープスピードか、内は6番ロンギングエーを。勝ち時計2分29秒8、上がり4ハロン46秒8、3ハロンが34秒3です。東京競馬第5レース、12番ダノンギャラクシー人気に応えました。坂を上がって残り 100m で先頭に躍り出て、あとは8番マイネルメサイヤが2番手を確保、そのうちには6番のロンギングエーを、外2番ワープスピード、ロンギングエーを3番手か、外は2番ワープスピード、この2頭が3番手4番手争い、あと7番ワイドカイザー5番手の入線です。12番のダノンギャラクシー中段を追走、直線外から伸びてきました。人気に応えました。12番ダノンギャラクシークリストフ・ルメール騎手です。2番手は8番のマイネル・メサイヤー、3着今6番ロンギング・エーオーと発表されました。12番8番6番最終オッズです。1番人気4番人気7番人気の順です。単勝12番 1.7 倍、枠連57 5.4 倍、馬連8番12番 6.0 倍、馬単12番8番 7.3 倍、
3連複6番8番12番 45.0 倍、3連単12番8番6番 99.7 倍です。東京5レース確定までお待ちください。さて中京5レース新